愛媛の強豪から全国の強豪へ、伝統校秋田工業との初戦。前半開始早々守備の隙を突かれ先制を許してしまいます。その後も伝統の強力フォワード陣を前に我慢の時間が続く松山星稜。前半19分自陣深く攻め込まれますが、ゴールライン手前まで来ました秋田工業。鳥取リリースボール、中村くんのジャッカル、なんとか耐えしのぎます。前出ような、絶対勝つぞ。後半監督の言葉に選手が奮起します。スタンドオフの中村、そして亀澤、この2点トライ。亀澤くんのトライで2点差。さらに後半3分、敵陣10メートルの位置で選択したのが、行きます行きます、スピードが出た、行く行く、払い側グランディングトライ。松山星稜逆転。秋田工業のお株を奪うドライビングモール。しかし秋田工業も伝統校の意地を見せます。やられたらやり返す、もう止まらない。取りました同点。一進一退の攻防で同点に、意地と意地のぶつかり合い、選手たちは前へ出続けます。タックラーを削ってなおも前進、白い壁も立ちふさがる、白い壁も立ちふさがる、グラウンディングできました。気持ちでねじ込んだトライ。名門撃破、愛媛市から全国一へ挑戦は続きます。秋田工業さん相手にフォワードでトライ取れたというのは自信になると思います。まあ、これからの本当に四国のラグビー、そして愛媛のラグビーを歴史を変えていきたいなと思っているので、またここから頑張っていきたいなと思っています。はい。